彼の年齢、コンディション、キャリア、勢い、どう見たって俺より上ですよ、多分。だけど、何か起こしてくれるのが丸藤なんじゃないかって思ってくれてる人もいると思うんだ。ああ、どうぞ楽しみにしててください。まあ、うちのね、若きエース、清宮を倒し、まあ、言うなれば、最も勢いのある勝彦を倒し、そしたら俺じゃねえかなって自分で思ったんですよね。うん、あと、まあ、私事ながら今年は25周年イヤーなので、まあ、そういった意味でもちょっとベルトは持っておきたいなと、はい。まあ、勢いという点はやっぱり勝彦はあったと思うし、勝てそうな場面もいくつもあったと思うんですけど、でかさですか、やっぱ一発のそこに関してはやどうしてもジェイク・リーノが上だったなっていうのが見えましたね、はい。まあ、ノアに上がって約3ヶ月ですか、まあ、それで一気にベルトも取って、まあ、それっていうのはやっぱり認めざるを得ないと思うし、まあ、このたった3ヶ月の中でやっぱお客さんの興味という部分をしっかり引きつけてるっていうのはすごいレスラーなんじゃないかなとは思うんですよね。いや、感じますよ、やっぱり。うん、あのサイズのね、選手ってのは久々だし、まあ、でもその脅威っていうのが楽しめるのが俺なんで、はい、全く感じないですね、はい、全く感じないです。いや、そんなもんはね、俺の中ではもう今回に限ったことじゃなくて、もうここ数年間ずっとそうやって言われてますよ。で、そんなのはまあ言い方悪いかもしれないですけど、あなたたちより俺の方が分かってる。まあ、どう見たって分かるでしょう、彼の、ね、年齢、コンディション、キャリア、勢い、どう見たって俺より上ですよ、多分。だけど何か起こしてくれるのが丸藤なんじゃないかって思ってくれてる人もいると思うんだ、うん、だそれ俺は見せるだけだし、この25年のキャリアの中で俺は何度も自分のスタイルを変えてきたし、自分のやれることやれないこと、自分のコンディション、できることできないこと、その全て自分の中でしっかり考えて計算してやってきて今の自分があるんで、だ何の問題もないです。なんなら彼の方がね、不安なんじゃないですか。いや、もちろん感じるし、例えば同じスポーツや競技を25年やってて、25年後にそのピークの時より上の人間っているかっていう話ですよ、俺からしたら、うん、でもそういうふうに見せれるのもプロレスラーだし、プロレスだし、うん、そんな夢のねえこと言うなよって思う人もいるかもしれないけど、まあ確かにそうなんですよ。だけど25年なら25年なりの丸藤直道ってのを俺は作り上げてるんで、はい、で落ちてるものもあれば何か上がってるものもあるし、頭は絶対今のが切れるし、ああ、どうぞ楽しみにしててください。腐っても丸藤だ。お前が舵を取ろうとしてる船に乗ってたら船酔いしちまいそうなんだよ。俺が本当の舵の取り方を教えてやる。いや、まあ細かく言ってしまえば、あ、彼の舵取りももしかしたら面白いかもしれないけども、俺も俺の中で今やっとかなきゃいけないっていう気持ちが強いからこそ、まあ彼に今は舵を取らせるわけにはいかない、うん、まあなんせこのノアでずっとやってきた男ですから俺は、はい、あ、これはもう今ずっと喋ってきたことのまとめるとその言葉になる。本当は相手に言ってほしいんですけどね、自信というものをどういう形、どういう言葉で表すかっていう時にふと思いついた言葉ですよね。体格差のハンデなんかもう感じることしかないですよ。俺もずっとそれを感じてやってきたし、体の小ささってのはコンプレックスの一つですよ、プロレスラーにとって。でもそれを俺は一度も嫌だと思ったこともないし、肉体的な辛さとかあるかもしれないけども、その精神的な部分、やっぱり俺ちっちゃくてダメだとか、
そういう辛さは俺一度も感じたことないですよね。俺逆ですよ、大きい人が俺とやる方が怖いんじゃないかって。そうですね、それは もちろんありますよ、うん。まあ、そこも結びつけての行動でもあるし、はい。まあ、もちろん俺は勝つつもりでいるけども、もう左右って俺も左行っても右行っても俺はいい方向に行くつもりなんで、はい、どっちでもいいです。俺左右されていいです。そうですね、もう例えば清宮であったりとか剣王であったり中島しっかり彼らと試合をすることに関して俺はもう余裕もないし、精一杯やって戦えるレベル、正直言えばね、うん。だけど例えばこうやって彼らと直接絡まない試合で彼らが何か俺に感じることっていうのがあるかもしれない。それが敵味方関係なく、うん、そういうものを彼らに見せていければいいなと思うし、今回のタイトルマッチっていうのはノアの若い選手たちにとっても何か伝えられるものがあるんじゃないかなと思って試合します。いや、もう交代してますよ、世代交代はぶっちゃけ。同じ名前が出てくるけども清山や剣王、中島、あそこら辺には僕負けまくってますからね。だけど世間の目がどうしてその世代交代がしっかりされてないかっていう部分で言えば、まあ、もしかしたら僕もまだ足りない部分があるかもしれないけども、彼らがイメージという部分でまだそこを変えられてない彼じゃないかなっていうのは俺も過去にそう感じてやってきて、変えられるまま先輩たちがいなくなっちゃったんで。だけど世代交代というものはいつかはしっかりやりたいと思うけど、今回は行かせてもらう、少しでも需要があるうちはいさせてもらいますよ。ジョイクリー、お前が今まで体験したことないプロレスを俺が体験させてやる。その上で俺が勝つ。以上だ。